こんにちは、オートウエストエンドです。さあ今回はネジのピッチゲージを購入しましたので使い方をシェアしていきたいと思います。昨日に続きましてまた安い工具購入しました。これもアリエクスプレスでだいたい300円だったと思います。このネジのピッチゲージ何を測るのかと言いますと、ネジ山の間隔を測ります。これ何語ですかね、ロシア語。ネジ山の幅間隔が分かればホームセンターに実際にその欲しいネジをね、現物を持っていかなくてもその大きさ規格が分かれば買うことができます。特にねオンラインで買う場合はね、現物と照らし合わせることができないので、そういう時にネジのスペックを知るためにこのピッチゲージ活躍してくれます。右上から時計回りにこのギザギザの間隔、そしてその大きさが大きくなっているのが見えると思います。そしてそれぞれに番号が振ってあります。ごとくナイフのようなそんな形をしているツールですが、ちょっと寄って見てみましょう。真ん中の 1.0 というのはこのギザギザの山から山までの間隔が1ミリということになります。そして大きい方は、例えばこの一番右 6.0 というのは間が6ミリ空いているということになります。それぞれネジのネジ山に照らし合わせてぴったり合うものがそのネジ山の間隔になります。その間隔のことをピッチと呼びます。そしてこのネジ、世界でいろいろ規格があります。先ほどは 0.4 から始まっていましたが、今度は4から始まっていて、番号が大きくなるにつれて今度は逆にギザギザの間隔が狭く小さくなっています。先ほどのはミリメートルでネジ山の間隔を測っていましたが、こちらは1インチを基準としまして、その1インチの中にあるネジ山の数を表しています。なので一番最初の4というのは1インチの間に4つ山があるということになります。日本でよく使われるのはミリで表されたネジになると思います。実数規格で定められているものが多いと思います。そしてインチで表されるインチネジは主に北米で使われることが多いです。まあ業界だったりね、製品によっては日本でもインチネジを使われている方もいらっしゃると思います。それではこのネジのスペックを見ていきましょう。こちらは僕の BMW X5 のサーモスタットに使われているボルトです。冷却水漏れの修理のために購入しました。まずはノギスで直径を測ります。これで見ますと6ミリないくらい。そしてネジ頭の下からこの銅のね長さを測ると25ミリあります。ということでこのボルトは直径が6ミリないくらいということなので、先ほどメートルネジとインチネジそれぞれ単位がね違うと言いましたが、メートルネジだとすると基本的には M 何々という呼び方をします。メートルの M なんでしょうかね。そして実際のこの寸法を測るとその規格より若干細く数値が出ます。ということでこのネジは6ミリ規格のネジだと予想することができます。正しい読み方ですと M6 となります。そしてこの長さ、基本的には5ミリおきに設定されています。25ミリでしたので、まあそれで間違いないと思いますので、 M6 の25のボルトとネジと、そういうことで間違いないと思います。ただこの直径と長さが分かっただけではもう少しスペックが足りないと。ネジ山の間隔を測らないといけません。だいたいよく使われる間隔2種類くらい存在していますので、それを今回購入しましたこのピッチゲージで測っていきます。先ほど2種類くらいと言いましたが、実規格でこの M6 のネジは 0.75 ミリか1ミリかのどちらかで定められていますので、この2つを照らし合わせればいいということになります。 0.75 はねちゃんとはまらなかったので、今度は1ミリの方を試していきます。どうでしょう。はい、綺麗にねはまりました。ちょっとね前後にずらしながらちゃんとはまっているか確かめます。このネジの直径に対応したピッチの間隔、これを調べるには Google などでメートルネジピッチ表などと入力して調べますと結構ね出てきますので、見やすい表を使って調べていただければと思います。そうすることでこの 0.75 ミリと1ミリ
の2択に絞り込むことができました。これがね、逆にわからないとこのピッチゲージめちゃくちゃ種類ありますよね。それを一つずつ試さなきゃいけないので、それでね結構時間がかかるので、先にこのボルトの直径を測ってピッチの種類をね絞り込んでおきました。ということで、このボルトは M625 のピッチが1ということになります。オンラインで例えばこの BMW X5 のサーモスタットのボルトが eBay などで販売されていた時に、このスペックが分かっていれば、その商品ページに出ているこのボルトのスペックと照らし合わせてちゃんと適合するかどうかというのを購入前に確認することができます。ちなみに eBay でこのサーモスタットのボルトを売っていました。見てみますと M6-25 となっています。まあこの BMW 用のボルトとして販売されているので、ピッチ違いで合わないものが掲載されているってことはまずないので、まあこの M6 と 25mm というのが分かってしまえばね、あとはパーツナンバーと照らし合わせればまず間違いないと思いますが、汎用モデルのそういったボルトがあった時にはこのピッチまで確認した方が安全だと思います。それでは次に、僕の X5 のスペアタイヤを止めていたこのボルト、ウィングスクリューと呼ばれているようですが、これを見てみましょう。まあね、このスクリュー自体これ曲がっているんですよね。なのでもう測ろうにもちゃんとした数値測れないのも分かってるんですが、まあ試しということで、直径が8mm、全長が 65mm くらいでした。まあ 5mm 刻みなので 65mm で間違いないと思います。そしてネットで M8 のピッチを調べてみますと 1mm か 1.25mm でした。1mm はねちょっとはまりませんでしたので、次は 1.25mm をねはめてみます。そうするとドンピシャではまりましたね。ということで、これは M8 の65のピッチが 1.25 ということが分かります。ちなみに BMW のパーツリストを見てみますと、このウィングスクリュー M8 の65と出ていました。まあプラスチックの精度の低いノギスでもちゃんと測れたということになります。はい、続いて僕のタイヤに刺さっていたボルト、なんとね、僕これ保存しております。まあ試しにねこれを測ってみたいと思いますが、これは鉄板用とかにね使うネジですかね。先端がちょっと特殊な形をしていますが、こうやって測ってみますと、このネジ山の間隔がちょっと広いのがわかると思います。直径が 3mm くらいでした。それを表で確かめるとピッチはだいたい 0.6mm くらいとありましたが、これはね 1.25 でも太すぎる感じです。いわゆるコーススレッド、ちょっとね間隔が普通のネジよりも広く取ってある、そういったタイプのものだと思われます。一応インチ表記の方でも見てみました。1インチあたり22個山がある、そういうピッチに対応していますが、これもまた Google などでインチネジのピッチ表を見てみますと、直径 6mm くらいないとこういったね22番のピッチは使われないので、まあ規格外なのかなと思います。そして刺さっていたボルト2本目、こちら直径は同じく 3mm くらいでした。そうしますと、太くてもメートルネジの規格では 0.6 あたりなのに、これは 0.8 近くありましたので、インチネジなのかなと思いまして測ってみますと、32番とぴったり合いました。まあちょっとボルト自体がもうね曲がったりネジ山潰れているので、ちゃんとね測れているかは分かりませんが、まあ、32で直径 3mm くらいということで、表をね見て照らし合わせてみますと、ナンバー6というボルトが対応しました。それを頼りに購入すれば同じものが手に入ると。そしてこちら最後のボルトネジですが、もう明らかに木ネジですよね。まあ一応ね測ってみましたが、まあここあたりはピッチを知ったところで、このピッチに対応したナットが存在するわけではなく、もう直接ね木とかに入れて使うので、購入する側としてはネジの直径と長さが分かっていれば十分だと思います。ちなみにこのピッチゲージ潤滑がすごい。はい、というわけで今回はピッチゲージの紹介をしてきました。よく使う工具ではないですがね、たまに必要になります。工具好きな方向けのそういったジャンル、はい、だと思います。ということで今回の動画参考になったという方は、いいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。